サンガワと申します、お願いします。漫才頑張っていきましょう。そうですね、うん、いやもうよくね財布を拾った時に天使と悪魔が葛藤するみたいなのあるじゃないですか。あ、自分の頭の中でね、こう善と悪が戦うみたいなやつよく漫画とかであるよね。でもねやっぱりね人間の感情ってね複雑ですから。あ、確かに。天使と悪魔だけじゃないと思うんだよね。あ、いろんな他の感情が出てくるってこと？そういうことそういうこと。もうどういうことなんだろう。例えば、じゃあ例えばちょっと財布拾ってみて。あ、道端に財布が落ちてるってことね。そうそうそう。あー、財布落ちてるなー。いやー、これ交番に届けようか、それともいや猫ばばしようか、どっちにしようかな。ちょっとこれカットするなー。レレレレレレー。あ、なんか出てきたぞ。おい、どうも。あ、誰？私は天使。あ、天使、俺の心の中の天使ですね、これね。その財布は交番に届けなさい。いや、さ、ちょっと天使が気持ち悪いけどな、俺の中こんな天使がいるんだ。そうだよな、でも交番に届けた方がいいよな、これな。でー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 。うわ、ちょっと待って、これ俺の中の悪魔じゃない？うわ、やばい、こんなやつがいたんだ、俺の中に。私たちは悪魔。めちゃくちゃいるじゃないかよ、おい。なんだ私たちって、俺の中悪魔ばっかりだな。いや、いや、ノリ軽っ。クラブみたいな悪魔いるじゃないかよ。おい、その財布はさ、もらっちまえよ。いや、めちゃめちゃ悪いな、こいつ。奪え。いや、いろんな悪魔がいるじゃないかよ。略奪。略奪じゃないんだよ。使え。怖いんだよ、こいつらよ。届け。なんなんだ、こいつらよ。捨てろ。いいやついたな、一人。一人届けろ、いたな。悪魔の中でも随分、天使寄りの悪魔いたな。悪魔の中、ユダいたぞ、おい。なあ、ピロリロリロリ。あ、なんかまた違う感じを。これ天使と悪魔以外のやつね、これね。悪魔の言うことを聞いてはダメ。声ちっちゃ。声、え、天使と悪魔以外の感情ってこと？私はオタク誰ですか？古天使。古天使！天使でも悪魔でもない古天使いるの、俺の中に。あ、何、強い？あ、少し。ごめんごめんごめん、動き荒かった。あ、古天使ちゃんがいるんですね。私は古天使。あ、財布拾ったんですけど、どうしましょう。持ち主がすごく困っているわ、うん、そうだよな、やっぱ届けた方がいいんですかね、やっぱりね。いいえ、うん、財布の中の500円玉2枚を千円札に変えて。優しさがちっちゃいな。あ、古天使ちゃん、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと強かった。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんごめんね。喜ぶもんね、500円玉2枚って使いづらいしね。シュン。あ、消えた。俺の中の古天使がいなくなっちゃった。ビビビビ、もうこれぐらいだろ。あ、ゴロゴロゴロ。いや、怖っ。めちゃくちゃ雷とドド嵐が地割れもして、俺の中にやめろ、出てくるな。俺の中にこんなものがいた。おい、人間。人間っていうか、俺の中だけなんだけど。私は大悪魔。大悪魔、恐ろしい。こんな奴がいたななんて、俺の中に。財布を拾っただと。届ければいいんですけど、これは拾った。黙れ。拾った。今日から貴様が俺の財布だ。悪すぎるだろ、こいつ。なんだ、地獄のジャイアンみたいなやつ。いや、正解を恐怖に染めてやめろ、おい。とんでもねえやつ呼び出しまったら、俺の中の、おい。世界を恐怖に何やってんだよ。今、小仏トンネルを一車線にしている。絶対ダメだろ。死ぬほど渋滞できんじゃないか、小仏トンネルは。ただでさ、渋滞するのに、あそこを先頭に毎回渋滞するんだよな。だ、どっか行ったじゃないか、こいつ。チュン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 。あれ、スズメみたいな感じ。なんだこいつ。ものすごい、何かすごい神々しい音が鳴ってるぞ。うわ、すげえ。そこに電話、ごめんなさい。エコーが強すぎて。そこの電話さん、聞こえますか。そこの電話さん、お風呂場ですか。お風呂場で撮ってるんですか。私の声が聞こえますか。電話さん、トンネル、小仏トンネルで撮ってらっしゃるんですか。青春三少将。青春三少将とおっしゃいましたけど。ダララララ。あ、俺だから、なんだこれ。悪魔じゃなくて、天使これ。私は、大天使。大天使来た。よし、大天使来た。これ届けましょうかね。絶対届けてもいいですよね、この財布はね、大天使さんね。生は死であり、うん、罪は愛である、うん、我は汝を許そう。徳が高すぎて、何を言ってるかがさっぱりわかりません。財布は、大天使さん、どうしたらいいのこれね。ディーディーディー。うわ、来た、めちゃめちゃ悪魔。めちゃめちゃ、ちょっと何人いるの俺の中に。おい。すいません、私は声だけは悪魔な天使だ。かわいそうだな、おい。残念な声で生まれたら天使さんなんすか。中身は天使。悔しいな。あくまで天使だ。めちゃ、いや、ややこしいんだ。あくまでも天使ってややこしい。そのボケと、ボケ終わったと逃げんのやめない。一旦こっち処理させない。リリン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 。あ、あ、なんか恵比寿駅みたいな音鳴ってる。なんだこれ。あ、どうしました、どうしました。いい話あるよ。いい話が、いい話が。天使さんですか。私はペテンシ。ペテンシ来たぜ、おい。ペテンシ来ちゃったよ。
聞いてよ。はい、聞いて。これいや、ペテンシさんですよね。これ新しい iPhone13 iPhone13 出てない、出てないですよまだ。今12まで。ペテンシだね。13はね、13出たの。 Siri の方から話しかけてくる。そんな機能ねえよ。なんで Siri から話しかけてくるって。ポポン、うん、ねえまだ起きてる。怖いよ。なんで Siri ちょっと寂しがってんだ夜中にさ。いやずるいよ、すぐいなくなるの。デレレ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 、また次のやつが来た。めちゃめちゃ笑ってる。どうも天使、あ、もう天使ですか。私は元気、帰れよ。元気で来たの。天使じゃなくて元気が来た。はっか、元気にいなくなった。もうわけわかんダジャレになってるじゃん。もう天使か悪魔の存在だって話聞いてますけど、こっちは。いや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 じゃないんですよ。めちゃめちゃ口から空気漏れてますけど。どうも、はい、天使さんですか。元天使。元天使。今は違うんですか。すいません、首かなんかになったんですか。元天使。いやすいません旦那。はい、はい、いや俺だって昔はね、あの立派な天使だったんですよ。プライドがすごいなこいつ。そりゃもう立派な天使でしたよ。あ、昔天使で今もう首になっちゃって天使じゃなくなった。あ、相当人助けたんですけど。あ、そうなんですか。酒でやっちゃいました。やっちゃったの。飲みすぎちゃった。ダメよ、飲みすぎちゃ。天使なんだから得高いんだから。ね、やっぱ酒はジョンでもトラボルターンなんですよね。いや飲んでも飲まれるだね。やばいやばい、つまんない。飲むとつまんなくなるタイプですね。いや歯がないんですよ。歯がない。天使さん、え、溶けた。あ、溶けたんじゃないんですよ。どうしました。歯が一本もないんですけど、ほら一時期ね、天使の歯が乱獲された時期があったでしょ。何、一角の角みたいなのあるんですか。乱獲、みんなに狙われてね。マンモスの牙みたいな。あ、そうなんですか。ビニール傘のね、押すところのね、うん、白いプラスチックの部分、うん、あれね、歯なんですよ。あれ天使の歯なんですか。あれ天使の歯。あれ相当大量生産されてますけど、あれ全部そうなんですか。あれでもなくなっちゃってね。あ、あれ、そうなんだ。今食べ物ね、全部一回ね、ふやかしてから食べてます。歯がないからね、お湯に全部つけて。加藤一二三さんみたいなノリになってますけどね。ねえ、ねえ、なんか息以外のもの漏れてますけどね。大丈夫ですか。よかったら、うん、これ買ってもらえないかな。いや、輪っか、輪っか転売しちゃダメだよ。おいくらでもいいよ。売らない、何にも使えないでしょ、こんなんだって。これね、うん、あの2トントラックのハンドルカバーと同じだから。ヤンキーじゃねえんだからさ。ね、いや走り屋の演技であそこカバーしないですから。お願いします、なんとか。いや買わないですよ。いや俺の人生をね、うん、一発大逆転狙ってんですよ。いや大逆転、今から底辺だから難しいと思いますよ。今からはすごいの手に入れた。すごいの手に入れたなんすか。 iPhone13。 いやまさかそれってSiriの方から話しかけてくる。いやそれペテンシのやつですよ。やめた方がいいよ。 Hey Siri。 うん、 Hey Siri。 ほら仕方されてる。ほら騙されてるんだって。でもこっちから、たまに夜こっちから話しかけてくる。ポポン、寝た。いや怖い、それ多分もう寝た。ペテンシのインチキ携帯ですか。やめた方がいいですよ。いや俺はこれで人生逆転しましたから。いや絶対やめた方がいい。俺が足立区のスティーブ・ジョブズだ。怖いな、怖いな。足立区の人間こんなやつばっかじゃないからね。そんなことバー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 。何人いるんだ俺の中で悪魔よ。私は悪魔の音で出るタイプの天使。いやめんどくさい。いなかった、さっきそんなタイプのやつ。悪魔リミックスで出るタイプ。いやいなかったね。えちょっとボケかぶ…ねえ、ボケ枯渇してません。ガラ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 。お、なに。私は悪魔が中学校の時の担任です。誰なんだよ本当に。誰なんだお前教師。こんにちは。こんにちは、じゃあ帰ってくれる。お世話になってます。いらないからそいつは別に。ベベベベベーン。お、誰だ。僕声がドラえもんみたいな一般人です。関係ねえじゃねえかよ。本当に誰なんだお前。一般人いなくなった。テレレ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 。鑑定団じゃねえかこれ。何でも鑑定団の音じゃねえかこれ。何でマイク鑑定してんだよ。嫌な仕事してますね。いい仕事だろ、あんま言わねえんだよ。ひどい。自分で言わねえんだ、あんま嫌な仕事って。嫌な仕事してます。金属アレルギーなだけで。あ、やだ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 。なあ、天使か悪魔も鑑定団関係ねえだろもう。どうも。お、誰。私は天使にラブソングの主演、ウーピーゴールドバーグです。か、もう天使しかかかってねえんじゃないか。ウーピーゴールドバーグ。はい。なんだよ。あなたにお願いがあります。悩みがあるのか。なんだ。髪のボリュームがすごいので押さえてほしいんです。切ればいいだろうよ。お願いします。あ、そういう髪質だからしょうがないんだよ。なんて言いたくない。デレレレレレ。いやもういいって、出てこなくていいんだよ。もうこの財布ならとにかく俺のもんなんだよ。俺がこれ持って帰って焼肉でも食ってやるな。誰だお前。おい、私はその財布の持ち主。やべえじゃねえかよ。おい、本人来ちゃ終わっちゃうじゃないか。なあ、なあ、いや、なんで本人帰るの、ほんで。本人が来りゃよかった、今。終わったじゃん、話。誰だ、お前、おい。私は笑い上戸です。あ、次。もう帰れ、他のやつか、他のやつ。誰だ、次は。
私は天使なんかじゃないの作者矢沢愛です。ほんと関係ないじゃないかよ。おじさんじゃないから矢沢愛って。7も書きました。7も書きました。私天使しか書ってないから。はい、はい、次のキャラクター頼むよ。もうどんどん。どうも矢沢慎です。矢沢愛の矢沢だけしか書ってないじゃん。矢沢慎だろ。どうも、うん、マサトです。マサト、旦那のマサト。ないんだよそれ。マサト違います。うん、萩原マサト。マサト、そっちの方か。もうわけわかんなくなってるからな。もうどうも加賀まりこです。関係ねえから。もうどうも坂上忍です。坂井正之です。我めでポンのメンバーじゃないか。4人でこれジャンタッカポメンバーだろこれよ。私たちはジャンシ天使みたいに言うな。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。いや、ちょっとダジャレが後半多すぎたな。ちょっとやってて思ったんだけどさ、加賀まりこです、萩原雅人です、トム・ブラウンの感じになった。合体じゃん。加賀まりこです、加賀まりこです、加賀まりこです、加賀百万石です。合体。ダメじゃないです。はい、チャンネル登録お願いします。すいません。すいません。